お客様に一つお願いがございます。俺に？はい、夜の世界の流儀として、酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば、年間接待費は億を下らないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんなら、この場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣い、ありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。